スノーマン深沢達也と宮舘涼太、異なるスタイルで笑いを生み出す二人、バナナサンド。出演で視聴者に残したインパクト。スノーマンは現在、4月30日まで映画館生中継が行われている主演舞台、滝沢歌舞伎ゼロファイナルの上演と並行しながら、サードアルバム、アイドゥミー、やゴールデン帯に進出するグループの冠レギュラー番組、それスノーマンにやらせてください、TBSK の告知で各メンバーが様々な番組に出演中。その中で、深沢達也と宮舘涼太が4月25日放送のバナナサンド TBSK に出演した。深沢と宮舘といえば、深沢はノンストップフジテレビ系、宮舘は佐久間大介と共にラビット TBSK に各週レギュラー出演しており、個人としてもお茶の間に浸透しつつあるという共通点がある。また、向井康二を含めた3人でのグループ内ユニット曲、PMG では、それぞれの決め台詞的なフレーズを織り込んだユーモア満載の楽曲でライブを盛り上げていたことも記憶に新しい。